開拓暮らしサンタのところ伊藤サンタです。北海道は余市町で森を開拓しながら暮らしております。伊藤サンタです。まあ、大寒の最中、今日は1月の27日、寒い寒いとね、10年に一度の大寒波だなんてね、テレビでやってますけど、まあやっぱ寒いですよね。まあ27日、今日金曜日、金、木、水、水曜日がピークでね、マイナス13度とか14度くらいかな、一番低い時で。まあ寒いけど、こう10年に一度って何を基準にしてんのかなっていうのをちょっと感じるところがあったかな。その僕こう昔の話が好きでね、うん、まあ昔も大昔からちょっと前の昔からいろいろあるけどさ、昭和20年代の余市の寒さったらやっぱり年に何回かはマイナス20度いって、10度下回るっていうのはそんな珍しいことじゃなかったって。最近だったらやっぱ年に何回行くか行かない年もあるよね。マイナス10度に行かない年もあれば、まあ年に数日っていうのもあるけど、昔は、もっと寒くてね、その余市川が凍ってその上馬そりが走ってたっていう。今はさ、凍ることもほぼないよね、という感じでね、こう10年に一度の寒さ、大寒波って。まあ、本州の方にね、大きさ、寒波の大きさでね、日本全体を包み込むっていうのはね、またスケールが違うのかなと思う、こう基準というかね。どうだろうね。その寒さの深さというか、と広さというか、いろいろ基準があるかなと思うけど、まあそんな寒い中でもね、ピークも過ぎてどうにかこうにか生きております、真っ白い白銀の中のサンタのところです。特にね、除雪も、してないので相変わらずあれですよ、ここ歩いてきてますよ。まあそんなに大変でも、まあ楽でもないけどね、すごい大変でもないかな。まあ、あの、向こうの上までね、150メートル。だけどね、あの、除雪機、そんな大きくなくてもいけるなっていうことが分かったんでね、今年はね、春一番でなんか、今、こう、壊れたままになってる除雪機、に手をかけてみようかななんてちらっと思っております。薪がね、だいぶ少なくなってきたね。まあなきゃないなりにやる、あのメインの暖房じゃなく補助的に使ってるもんなんでね。そして、去年ね、完成まで至らなかった作りかけの小屋ですけど、まあ無事立ってますわ。あの、互い違いに屋根をしたのは、やっぱり、こう、南面がね、ちょっと緩くても落ちるし、北面はね、ちょっと傾斜がきつくてやっぱり落ちるし、あの、形の屋根いいなーっていうふうに、我ながら、よかったなーと思っております。こっちはね、ちょっと、緩くてなかなか落ちないんだけど、それでも、持ってますよ。あとはなんだろうね。まあそうそう、ようやくね、こう抱えてる仕事の一つがね、一段落したなということでね、ほっとしておりますよ。もうなんか気ぜわしくてね、こう仕事が乗っかったままで、なんか年末年始、今日もそうだけど、いろいろね、なんかお誘いを受けるんですけど、お断りしてね。まあ もちろんこう忙しいのを言い訳に行かなくてよかったなっていうものもあれば、後ろ髪を引かれて、ああ行きたい、本当に行きたいっていうお誘いまでね、全部断ってね、なんとか一つね、仕事を
終わらせて、まあ、これからまたね提出したものに対しての修正だのなんだのって出てくるんでね、まだまだ、全部終わったわけじゃないんだけど、まあこれからまたまだ残ってる仕事がねありまして、3月いっぱいまでまた走り抜けるんですけど、まあでもね、3つ大きいのあってさ、1つ終わった、3分の1終わって、こまごまとまたいっぱいあるんだけどさ、ね、こう書類提出の、鶏飼ってるとさ、保健所だ、農林課に提出だとか、ね、それから、まあ、確定申告だよね、で、まあ、学校関係のものも出すしさ、まあまあまあ、こまごまとさ、いっぱいあるんだよね。まあみんな、そういう人も少なくないのかなと思うけど、まあ苦手なんだね。デスクワークがね。まあでも頑張ってやってますよ。で、一つ終わってね、なんとか、ああ、よかったっていうふうに思っております。もうすぐね、立春だね。そしたらね、まあ日差しも強くなってね、春が近づくかなと思って、山菜が出てくるの待ち遠しいね。あとは今、まあね、中3のね次男坊、そろそろ、高校受験だなんだってね、近づいてきてね、今年はどうだろうね。2月にさ、毎年爆弾低気圧なんて、言って、こう週に土日、大体なんかやたら土日が多いんだよね。週末にこう大吹雪がやってくるっていうことがね、立春過ぎるとあるんだけど、今年はね、俺ないんじゃないのかななんて思ってるんだよね。去年の秋にさ、ここにこうカラスが巣作ったんだよね。もう住んでないんだけどさ、まあこれまで秋にうちの周りで巣作るカラスいなかったんだけどね、でまたあんな風当たりの強いところにさ作るから、今年はなんか風が、強い日がそんなに多くないんじゃないかななんて思って、現実そうだよね。余市はね本当にこうあんまり荒れないところなんだよね。こう石狩とかさ、札幌の南区とかさ、すごい降ったり積もったりしてんだけど、余市はね比べるとそうでもないね。まあそれなりだけどね。まあでも今年もブルーベリーは隠れないね。ブルーベリー畑、頭が出てる。頭出たままね、マイナス10度下回ったから、当該がねどうかな。こっちはね、若木は割とまだ雪の下だけど、大人の木はね結構、昔から比べると本当ブルーベリー隠れて当たり前だったんだけどね。雪の量も今年はまた少ないもんね。途中さ、大寒だから、いつも寒はさ、大寒くらいだとさ雨降るんだけどさ、それがない、冬至の時に雨降ってね、その大寒の時みたいな雨降って、なんで今年はなんか春が早いんじゃないかなって僕的にはね予測してんだけど、そんな大寒のサンタのところ、あとなんか皆様に報告しておくことね、ないかな。大したことないね。まあね、こう新しい年、まあこう二十四節気的には立春からね新しい年で、こうそっちの方がしっくりくるんだよね。まあ年度もしっくりくるけどさ、なんでこう正月明けたっていうよりも、もうそろそろなんか新しいことをやりたいっていう意欲が、こうね、妄想が湧いてくるんだよね。まあまあだけど
抑えて、まずは一つ一つね、経験者を立てて、それから、釜を作る、このくらいをね、2つに絞っていこうかな、できるかな、湧いてくるな、いろんなことやりたいな、だけど、ぼちぼち、一つ一つ、やっていきます。それじゃあまた。